はい、毎度お気に入りラブリーゲームズです。今回はね、セブンデイズ・トゥ・ダイで遊んでいきたいなと思います。まあ、今回もですね、少し時間が取れたんで、まあ、30分をめどにね、サクッと遊んでいけたらなと思います。30分しぶいつつね、1時間くらい延長したりもするんですが、まあでも1時間でもね、そんなに大してね、ゲームを進めることは難しいというか、まあそんなにね、素材いや、アイテムも集まらないと思いますが、まあ、できるところまでやっていけたらなと思います。はい、ずいぶんとね、久しぶりに遊ぶんですけど、体力がね、すごい減ってますね。何か食べるものは？じゃあ、まあ、とりあえず缶詰でも食べておきますか。やたら体力も減ってますね。よし、じゃあスタミナがね、全然回復しないんで。もうね、ミートシチュー食べちゃいましょう。これは2はいらないかな。じゃ2はいらないんで、鉄に変えます。これは何ですかね？トリガーグループ、バーストモッド。
3発同時に撃てるってことかな。まあ武器のモッドっぽいんで、ここに片付けておきますか。フォージでね、溶かせるものは全部溶かしてしまいたいなと思います。釘を20本ほど作って、ここね、最後の一つ、カップボードをクラフトして設置しましょう。はい、でストレージボックスなんですが、カップボードだけじゃなくてね、いろいろ本棚、あと薬箱、ナイトスタンドの開いてるのと開いてないのか、いろいろね形が変わるみたいですね。
じゃあ本棚にしてどっか置いてみようか。どっかにね、リビングスペース的なのを作りたいんですが、そんなにね、スペースがあるわけじゃないので、どうしようかな。ここはね、ワークスペースにする予定なんですよ。まあ、ベッド置いてありますけど、どうしようかな。じゃあですね、この床をね、少し掘り抜いて、この下にですね、居住スペース的な空間を設けようかなと思います。まだね、マイニングヘルメットか。マイニングヘルメットがないので、トーチで明かりを確保するしかないですよね。トーチ作るか。夜を明けたらね、また物資を漁りに外に出ましょう。本棚もとりあえず使わなそうなんで、さっき作ったカップボードの中にね、片付けておきましょう。ここはまあ電気製品が入ってるんで、まあ一つ上でいっか。で、ここは、そうですね、はしごを使って降りれるようにしましょうか。
はい、高さはね、だいたいこれくらいかな。浅すぎず、深すぎずといったところで作っておきたいと思います。横に作ったな、もしかして。こっち側が拠点の中央なんで、入り口がここなんで、入ってきてすぐ階段にしたいんで、こっちですね。いやー、やらかしたな。まあ、いっか。いずれね、ここも、四方をね、木材で囲む予定です。木材というか、コブルストーンですよね。朝になりましたね。そうですね。まあ、ここはじゃあ、また夜続きをね、やっていきましょうか。じゃあ、荷物はそんなにないかな。じゃあ、どこかマイニングヘルメットがありそうな場所に行きたいと思うんですが、この辺行ってみようか。まあね、食料持ってくるの忘れたね。まあ、現地で調達すればいいかな。メタルワークスだって、ここ行ってみようか。
なかなかね、強敵が潜んでそうですが、最後までたどり着いたら結構な物資が手に入るんじゃないかなと思います。で、入り口はどこかな。ここは軍事基地みたいですね。あ、ここみたいですね。壊れたワークベンチ。はい、じゃあ時間の許す限りね、サクサクやっていこうかなと思います。でね、いちいちアイテムをルートしていくより、あの、一時ね、アイテムをルートしていくより先にね、中にいるね、ゾンビを全滅させたいなと思います。どうやらこっちみたいですね。あれ？え、こっちかな。ルート的にこっちしかなさそうですもんね。よし、鉄はね、いただいていきましょう。次は上かな？あ、上じゃなかった。で、ゾンビの声がしますけど、まあいいや、ほっとこう。で、こっから下に降りる？いや、これで終わり？案外すぐ終わっちゃいましたね。
ここ叩いてんのか。よし、なくじわってあげよう。これはウェポンフラッシュライト。どうやら武器に使うフラッシュライトみたいですね。いや、ピストルにつけちゃおうか。これで光源になるかな。お、ずいぶん明るいね。よし、じゃあこれで暗いところもね、バッチリ照らせるようになったんじゃないかなと思います。で、あと見てないのはこの中かな。あ、これは外か。はい、全部見たかな。ありましたね。腐った肉か。じゃあですね、まあ時間もいいところなんで、今回はねこれで終わりにしたいなと思います。皆さんもね、いいゲームライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。